はい、よろしくお願いします。すいません、はい、お名前を教えてください。まあ、あだ名でおいちゃんです。こちらはせがれの正規です。あ、息子さんですか、はい、どうもよろしくお願いします。はい、で、今日の、乗ってきた愛車がこちら。そうですね。はい、これは、これもクレスターでよろしいんでしょうか。はい、そうです。71クレスター。はい、はい、おいちゃんさんがこの車に乗られてるのはどのぐらいですか。これまだ半年ぐらいなんですけど、ね、あ、半年ぐらいですか、はい、あ、購入した経緯っていうのはどのような。まあ、後輩が乗ってて、はいはい、それをまあちょっといろいろ事情があって、はい、じゃあ仲間内でじゃあ買おうと。なるほど、はい。じゃあ、もともとこういった形の車だったんですか。そうですね。色とかその仕様も、はい、ああの、おいちゃんさんは世代的にあの当時、はい、あの若い時にもしかして乗ってらっしゃったのかななんて思うんですけど、どうなんですか。車乗ってなかったんで、うん、ちょっといじってみたいなと。あ、なるほど、この、いや、あれですね、この色、紫、はい、すごいかっこいいなと思うんですけど。そうですね、うん、お気に入りポイントみたいなのってございますか、半年乗ってみて。はい、まあ、やっぱロングノーズですかね。ロングノーズ、はい、こちらですね。あ、中が丸見え、はい。まあ、これから、まあ、少しずつリメイクして、はいはい、いろいろやっていこうかな。はい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 。なんかどういうところいじりたいとかってございますか。うーん、ベースは大体このまんまにして、はい、まあ、あと色とか、あ、色とか変えていきたいな。あ、色っていうのはなんかツートンするとかオールペンまたしてみるとか。そうですね、一応オールペンで考えてます。はあ、何色にしたいっていうのは。それはちょっと言えないです。楽しみに。じゃあそれはまた、じゃあ変わった時にもう一度お会いして。了解です。ちなみにあの息子さんはこれ今日は一緒に乗ってきてきたんですか。はい、そうです。あ、息子さんも運転されたりするんでしょうか。あ、します。もう帰りは運転してもらいます。はい、あ、そうですか、はい、運転してみてどうですか。まだあんまり運転しないんで、うん、大丈夫かなと思ってるんですけど。どうですかね、こういうちょっと古い形のというか旧車をかっこよく乗るっていうのは、はい、あのおいくつでしたっけ。21歳、はい、21歳の方だとどうなんですか。かっこいいなぁとは思ってます。あ、相当目立つでしょうね。そうです。子供と乗れ、一緒に遊べるんが、ね、ちょっと楽しいです。なるほど、はい、ちょっとじゃあ後ろの方とか見せていただけますか。はい、これすいません、でも今日多分もう35度ぐらいあると思うんですけど、はい、なんか冷房効かないって聞いたんですけど。そうですね、だからもうこういう仕様で、はい、そうですね。もうなんか現場仕様で来てますけども、はい、後ろのどうですか、あの面もかっこいいなと思うんですけど。まとまりはいいと思いますけど。そうですよね、このまあこの なんていうんですかね、羽をつけたか、ね、これは取り付けてるのかな。そうです、取り付けです。縦埋めになってるんですね。すごい自然にこうつけられてますよね。結構色も綺麗だと思うんですけど、やっぱ紫じゃなくてちょもうちょっと違う感じにしたいっていう。そうですね、うん、やっぱこれは前のオーナーの色が出てるんで、はいはい、はい、今度は自分の色を出すみたいな。自分色を染めると、はい、なるほど。ちなみに当時はどんな車乗ってたの。はい、ちょっと前まであのプレジデント乗ってました。あ、そうなんですか。へ、はい、それからこのそうですね、クレジの方がちょっとエンジンが調子悪いんで、はい、家で眠ってます。なるほど、はい、じゃあ普段使いでこちら乗ってらっしゃるんですか。そうです、そうです、こいつらと手刈りなんかと一緒に遊びたくて。はいはい、はい、分かりました。じゃあ、じゃあ買って半年っていうことですけれども、はい、これからその色以外なんか変えたいとかどっか行きたいとかあったらちょっと教えていただけますか。あとホイールぐらいですかね。ホイール今がマーク1ですね。マーク1、はい、なるほど。もうちょっと違うホイールに変えたいという、うん、まあ色に合わせてちょっといろいろ考えて。なるほどですね。これからまあ息子さんと一緒にこの車でどっか遊び行きたいとかあったら教えてもらえますか。ああ、もうこの時期暑いけどやっぱ海行きたいですね。あ、いいですね、はい、半年間乗ってみてクレスターの、あ、クレスターの魅力、教えてください。音がいいですね。音がいい、どのような音が。やっぱ甲高い音が、うん、はい、これはミッションですか。いや、オートマです。あ、これオートマですか、うん、じゃあ運転はしやすいですね。そうですね、ある意味、はい、うん、乗っててめちゃめちゃ目立ちません。目立ちますね。そうですよね、はい、周りに乗ってる人があんまいないんで。なんか友達から突っ込まれたりしますよ。お前すごい車乗ってんなみたいな。やっぱり自分は周りとあんま被りたくないんで、親の影響ですか。わかりました。じゃあ今後もじゃあ、大事にしていただいて、はい、また改造しやがったらまた、取材の方、
わかりました、はい、その時はまた撮影させてください、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前を教えてください。はい、朝日レーシング所属の焦げたぬきです。そんな焦げたぬきさんの愛車がこちらですね。はい、はい、X71 クレサです。はい、あのこちらはどのぐらい前に購入されたんでしょうか。所有が約13、14年前になります。あ、結構じゃあ、はい、長く乗ってらっしゃいます、ね、まだ価格も安い頃だったんで今多分買えません。やっぱりあれですか、今玉数が少ないとか人気が上がってきたとか。そうですね、やっぱり若い子たちも増えてきてますし、はい、やっぱり私らぐらいの年代の方々もやっぱりお金と時間に余裕持ち始めた人が乗り始めていて、まあ、高級車ですよね今。あ、ある意味もう今高級車になっちゃったってことですよね、はい、そうですね。そんな、クレスタの魅力っていうのは焦げたぬきさん的にはどのようなところなんでしょうか。今の車と違って、はい、自分で手を加えて、うん、カスタムできるっていう楽しさですかね。これの1台もう1台部品取りがあるので、うん、まあ、最悪壊れた時には部品取りから部品を移植することができるので、うん、まあ、今のところはエアコンが効かないだけです、はい、いや本当になんでこんなに暑い日に集まっていただいたの本当にすいません。そうですね、4台中4台みんなエアコン効きませんよ。やばいですよね、はい、もうなんかサウナ状態で聞きます。そうですね、はい、あの信号待ちしてる時が周りの目線がすごい冷たいですねでもなんかそんな不自由な、ある意味ちょっと不自由なところも魅力なのかななんて思うんですけど。そうですね、こう壊れてもなんかどうにかなっちゃうっていう車ではあると思います。はい、これって、現行というか当時大体何年ぐらいに販売された車になるんですか。昭和63年の6月の車です。昭和63年ってことも平成になるギリギリぐらいの。そうですね、はい、最後に近い車両です。そうですよね、はい、もちろん公認。そうですね、公認取れるところは全部公認取ってます。なるほど、はい。じゃあ当時買った時はあのノーマルだったんでしょうか。そう、もう完全なるノーマルで、はい、型式的には後期なんですけども、はい、まあ、前期の、まあ、今流行りの革命4灯に変えて、はい、まあ、太いホイールを履きたくて、はい、フェンダーをいたずらしたりという、うん、なるほどなるほど、スタイルで、はい、結構なんというかあの派手ではないけどすごくいじってるというかすごく完成度が高いかっこいい一台ですね。ノーマルですと横に、はい、のラインが入ってるんですよ、はい、そのラインを全部消したくて、はい、鉄板を入れて、はい、当て埋めして、はい、ちょっとこうツルツル感があると思うんですけども。確かに、なるほど、ツルツル感ありますね。そうですね、はい、すごく綺麗ですもんね。これはだってもう手入れもされてるでしょうけどめちゃめちゃ綺麗ですよね。そうですね、あのなるべく、ま、もともと純正色を残したかったんで、はいはい、このホワイトはじゃあ当時のままなんですか。そうです、はい、パールホワイトの純正、ね、はい、ちょっとこう黄ばんだ感じの色ですね、はい、すごい綺麗。この後ろのこの突き出したマフラーは見ての通り、そうですね、正面から見ていただくと71です。なるほど、はい、あ、ごめんなさい、これ71になってるんですね。71です。素晴らしい。7月1日には出ます、走ります。7月1日は71の日ですありがとうございます、はい、ちょっと中の方見せていただいていいですか。あ、はい、あ、いいですね、やっぱりこのシフトのこの水中化と、はいはい、ハンドルは変えてますかね。そうですね、はい、うん、あ、でも中もすごい綺麗ですね。あ、タイヤがある。中もそうでもまだ内張りの、はい、内張りの、うんうんうん、この保護カバーというかこれもまだついたまま。これはすごいなんか今となっては剥がせないんですよね。確かにここまで行っちゃうと。確かに、え、これって形からこのまま形からこれだ。あ、そうなんですか。物がいい物が今出回っ
らなくなってきたっていうことが、そういうあれなんですかね、ブームのまた牽引になってるんですかね。そうですね、球数はかなりあったと思うんですけども、今となってはやっぱり海外に輸出したり、はい、そういったことが多かったので、はい、車体もの自体が減ってきてしまっていて、値段が高騰してるっていうのはあるかもしれないですね。あ、なるほど。海外にも輸出されてるわけですか。そうですね、はい。あ、それって海外の人がこの昔の日本車好きで買ってくってことなんですかね。はい、それもありますね。あ、はい、あとはやっぱり当時の日本車の作りがいいというのがあって、はいはい、壊れにくい、壊れにくい、はい、あ、というのがあるから、はい、なおさら外国人の方がやっぱり喜んで、うん、なるほど、持ってっちゃいますね。持ってっちゃう、はい、なるほどですね。じゃあ最後にですね、そのポケダヌキさんから見る、その、まあ、昔の車っていうか、まあ、クレス、はい、GX クレスタ、はいはい、魅力をちょっと一言なんか簡単にまとめて教えていただけると嬉しいです。そうですね、やっぱり今の車と違った楽しさ GX71 にはあると思いますので、まあ、ぜひこれからもまだまだ乗り続けますので、今乗ってる方もこれから乗る方もやっぱりもちろん増えると思うので、うん、まあ、その時にはまたみんな声かけていただいて楽しくやりましょう。わかりました、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。